くれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか？旅人、ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか？いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、はあ、どうやって言おうかしら。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私有を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ、ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの？いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない？それに、行幸さんもこんな感じなんでしょ？北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中で、たまに船で木々で対局するんだって。行幸さんは身分や地位を気にしないし、大胆な人でしょ。国政もあの人みたいに、もっと肩の力を抜いてよ。旅人、シャンリン。そういえば、ここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。おかしいな、石に変化はないぞ。そんな、試合はあんなに盛り上がってたのに。まさかあの試合じゃかまど神を蘇らせることはできなかったのか。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなって。そうだろ、シャンリー。うん、時間があるからもう少し待とう。それにみんな一緒だから退屈もしないでしょ。そういえば国政、いいお知らせがあるんだ。この前もらったレシピなんだけど作れそうなの。
師匠が試合前に来てくれて、欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。今ならきっとその料理を作れるよ。すぐ場所を探して作ってあげるから、少し待ってて。シャンリン。そうだ、旅人も一緒に来てくれる？ん？シャンリンのやつ、現象に勝ったばかりなのに、オイラたちに挑戦するのか？違うよ。レシピを集めるのが好きなんでしょ？旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだ。そうだったのか。オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。何よ、料理を作るんでしょ？ほら早く行ってきなさい。私と旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。どうした、そんな顔して。私、これがあのレシピの味なのね。失礼したわ、シャンリン。旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当に？よかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時に、この料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことは、レシピがなくても作れたのか？うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国政のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか？この料理だけど、私が思うに、おそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。様々な本を読み、ガンオーテイ君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め、見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七政の一員となった。それ以来、岩王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。岩王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。岩王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながらあの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。
本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は、私の家に代々伝わってるらしいよ。うちでは、ピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。あらあら。グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。グオパーと初めて会った日？うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたらグオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来この子はずっと私についてきて、今では私の家族になってるの。おい、おしゃべりに夢中になってたら石を見ろ。爆発した。これはグオパー、どういうこと？あら、ピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーヤ、見ろよ、この心臓まるでグオパーみたいだぞ。ほっほっ、そうじゃ。何せグオパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。グオパーが魔人？あれ、賑やかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうか、わしに聞いたじゃろ。あれの答えは、ぜでもあり、ひでもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いを叶えるため、身を粉にしてきた神。この神にとって、心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国政があの料理を食べた時、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。はあ、全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。全盛期？あ、ちょっと待って、グオパーに何があったの？もしかして今のグオパーは昔と違うの？かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの。過去に持っていた知恵と力はすべてこの大地に捧げられておる。魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、
火災病、リーゆえの力、災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。理由に最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。かまど神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった。千年前、人々は平野に集落を作り、そこを霧州と名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と団らんをもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を帝君とわしに告げると、長い眠りについた。再び目が覚めた時、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。天地の恵みにより、雨と風の祝福を受け、山海が歓喜する。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。名を馳せようと職工を頼りに進むのは大事なことよ。今昔の諸事は激動に流され、新たな才が現れた。食とは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら、食べるということは至上の霊気をいただくものであり、飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから。同時にそれは
最も重要なことでもある。人は生きていく以上、空腹を満たさなければ力が出ない。そして食べるということには、大きいものから小さいものまで様々とある。小さいものとは、米一握りを食し、岩に流れる水を飲み、腹を満たすこと。大きいものとは、月と星の甘露を壺で飲み、千年の道を導くこと。うるき友よ、あなたが眠っている間、リーユエはすっかりとにぎわい、美しくなった。嬉しいかのう。クオッパ、こんなに大事なこと、なんで教えてくれなかったの？ねえ、もう昔のグーパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。グーパー、来なかったら。シャンリン。シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩みから解放された者などおらん。わしらは知恵と心を持っているゆえ、自然と様々なものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と勇を併せ持っておった。前線で戦ってきた分、今は休ませてやろう。こうして何のしがらみもないのは、休めている証じゃ。この子をもっと大切に。一緒に旅をして、様々なものを食べ、世界を回ってあげなさい。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれた。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。そしてシャンリンが再現して作った料理を認めた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば故郷を思い出すことができる。昔のことを思い出せなくとも、グオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えた。じゃからこそシャンリンについていったのじゃ。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすごい料理人だわ。うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。旅人パイモン、シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。師匠も久しぶりにうちでご飯を食べない？お父さんは師匠のことをよく心配してるの。師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったか。なら、お言葉に甘えてご相伴に預かろうかの。さあ、この古い道をゆっくりと進むんじゃ。山を降りて、リーユエの皆の様子を見てみるといい。さすが俺の娘、また料理を。お父さん帰ったよ。また無理してるの？そういうのは私に任せてよ。おい、グオパーが逃げたぞ。お前か。久しいな、友人よ。わらら、
おやおや、あなたもここをお散歩してたのかい？この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。散歩とはいいものじゃ。わしらが開口する機会を与えてくれた。グオパーはあなたのことがわからないが、それでも喜んでおる。グオパー、いろんなことを忘れちゃったのに、それでも親しい人を感じ取れるのか。友情とは元から時代を超えて存在するものだ。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？名月を見上げれば、全ての思いが込められていることがわかる。この感情と風景の中、星々に照らされ、月を追って思いを馳せる。亡き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意を追求し、先週の城を周遊する。これら全てを月酔いという。わしは随分と年を取ってしまったから、何を見ても感傷に浸ってしまう。しかし子供たちを見ていると、そこに美しさを感じ取れるんじゃ。豊かな生命力が地下から湧き出るように、この1000万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい。旅人、あなたに見届けられたこの月酔い祭はさらに面白いものとなった。シャンリンにお茶を入れてもらうといい。ゆっくりとお茶を味わいながら、思う存分語らうといいじゃろう。貯金した方がいいだろうか。